レアとは P2P 型の匿名電子掲示板である。発言者、読者ともに追跡できなくする P2P 型の匿名電子掲示板である。レアネットワークのバックエンドに TOA を使用しており、通常の TCP 接続に加えて使用することで匿名性を向上させている。さらに I2P も併用して使用することができ、一段と匿名性を高めることができる。 また、万が一とあや P2P の匿名性に問題が起きても、プロクシ接続ができるネットワークがあれば、そちらを使用することで、匿名性を維持することができる。ネットワークの仕組みに分散ハッシュテーブルを採用し、匿名性を向上させるように分散ハッシュテーブルが調整されている。2014年2月の時点では、レアの通信内容の秘匿性や発言者の匿名性を脅かす解析ソフトや、 クローラなどは公開されていない。アモエバとは同じ開発者が開発している P2P 型匿名ファイル共有ソフトである。アモエバとレアは同じプロジェクトアライアンスネットワークから生まれたソフトであり GUI など類似する部分がある。セクションはレア 1X から導入された機能である。この機能により発言者は必ず固有のサインを作らなければならなくなった。 2014年2月時点では、レアーネットワークへのスパム攻撃が続いている。なお、攻撃による被害は、トラスト機能により、最小限に食い止められている。レアー上のサインは、トリップと類似した機能である。レアーのサインは、アモエバと同じもので共有することができる。レアーアモエバ PR、アライアンスネットワークとアの設定解説、レアーアモエバ PR、 アライアンスネットワーク I2P の設定解説、ありがとうございます。